<で>どうも、PDR さんです。数日前に逮捕された醤油直飲みバカッターの話に進展がありました。死刑宣告されたさすがにそれはねえよ。うん<ー>。彼がなぜこんなバカなことをしたのかがわかりました。ただのアホだからでしょその通りで、それじゃ動画にならないでしょう ということでぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日はフラッシュさんの記事をちょっと見ていきます。くら寿司醤油動画、逮捕 YouTuber が夢見た迷惑系動画で一発逆転、東横で知人に語った紐になりたい。何このキーワードを使いまくったタイトルは、フラッシュさんにもきっとクリック数のノルマがあるんだって。 ああ、警察に捕まり始めている。M1 新王者のウェストランドの漫才で、YouTuber について、井口博之がこう毒舌を吐くくだりがある。爆笑をさらったこのセリフが、まさか現実になるとは。すごいドラマチックに書いてるところすいません。まず、こいつが YouTuber?PDR さんは認めんぞそして、YouTuber はウエストランドの漫才のずっと前から捕まったりしてるから。で、それ いいことじゃないよね。ケニー容疑者は少年少女のたまり場となっている新宿東横や名古屋ドン横、大阪のグリスタを行き来してたという。えこの彼が東横キッズわー、ちょっと待ってよ。彼確か21歳だよね。うん。キッズって年齢じゃないよな。東横メン、東横マン、未成年とたわむれる悲しい成人男性、東横でケニー容疑者と知り合ったという少年が彼の人なりを明かした。わあ楽しみ。東横の王 と呼ばれたハウルさんの名前を聞きつけて歌舞伎町に来たハウルってこのハウルじゃないよね。よかった。よくいる東横キッズの一人で正直存在感は全然ありませんでした。え中身のなさを見た目で補ってる奴が存在感ないうっそーん。よく、ーになりたいと話していましたね。なんという素晴らしい夢。<laughs> それ、紐じゃなくて犯罪者だから。実際よく遠い頃女の子に声をかけていましたが、彼は界隈では下っ端、すぐに見限られて仲良くなっても長続きしませんでしたね。そりゃ夢が紐だったらそうなるでしょう。暮らしは貧相で100円から200円程度を女性にねだり、1人当たり1泊1000円ほどでビジネスホテルをシェアして暮らしていました。プロの紐までの道のりは険しい。ケニー容疑者が一発逆転を狙って始めたのが、 動画配信だった。バイトしろよ彼が投稿した一本の動画を前室の少年が見せてくれた。見せなくていいよ。そこには T シャツの上から SM プレイでおなじみのキッコー縛りしてキラキラと笑うケニー容疑者が映っている。想像しただけで笑いが止まらない。<laughs> こうしたふざけ系動画を試しつつ彼は迷惑系 YouTuber として金を稼ごうとしていた。迷惑ちょちょちょ ここは任せて。お<う>全国のおバカさんたち、よーく聞け。迷惑系 YouTuber は金にならないから。よくてチャンネル削除。最悪の場合はこちらのケニーみたいに逮捕が待っているから。彼が作成した動画は、東横周辺のガールズバーのキャッチの女性をナンパする。はいはい、姉さん、頼り、頼り。こいつ、今なんて言った カフェで食事中の客の食べ物を勝手に食べる。2時間並ぶの辛かったけど、やっとタピオカちゃんがゲットえタピオカちゃんといった迷惑系がほとんど。シンプルに。 クソだな。結局、キャッチの女性をナンパした件で、複数の店舗関係者から文句を言われ、東横から逃げ出したんです。絶対、園長先生みたいな人に怒られたでしょう。その後、愛知県に渡り、ドン横に出入りしていたケニー容疑者。そこで投稿したのが、この醤油ペロペロ動画だったのです。女性から毎日たかった数百円をコツコツと貯めて、愛知県に行ったのかな。動画が炎上して警察が動き出したと知るや、イ とと言ってまましししたたたがが1週間程度でお金ななくなり帰国したと聞きました韓国に行くお金があることよりもこんなやつでもパスポートを持ってることが驚き醤油ペロペロケニーと実際に話した弁護士によりますと今はしでかしたことの重大さに怯えてる様子です今後高額な賠償責任が発生する可能性があることも彼は十分に認識していますこの逮捕は 将来きっとケニー君のためになると思います。将来があったらね、これでケニー容疑者のことがより深く知ることができましたね。えそう俺はこれ聞いて彼がただのアホだということを再認識しただけなんだけど、その通りおいじゃ <music> なんでだろうなんでだろう ?3 月25日にトークイベントやります。場所は前回と一緒のノアスタジオ中野店さんの 4S と、まあ、B4 階ですね。料金は3500円でございます。予約したい方は show、ショースコー三井 R3 at hotmail.com までお願いします。 下の概要欄にも書いてありますのでよろしくお願いします。YouTuber を信用するなパーカー、スウェット、絶賛発売中です。シールとスマホケースもあります。興味ある人は下のリンクから飛んでってください。PDR さんの LINE スタンプもよろしくね。メンバーシップもやってるよ。ということで皆さんはケニー容疑者のことについてどう思いますかぜひ意見を聞かせください。あと、昨日は動画出してないから、おとといの動画とその前の動画をぜひぜひチェックしてください。どっ